みたいな感じでいくか。今月かかる。どうも皆さんこんにちは。女の子のお悩み解決ソリューションズの社長 CEO、花岡です。お願いします。サンセムの DGA でござる。そして特殊部隊スピアーサンズの、インターン生。はい、どうぞ。スピアーサンズ。これはあのスピアーサンズっていう新しい部署がいます。スピアーサンズ。さっき言ってそんな、はい、ちょっと心情多すぎて、はい、絶対急に増やさない。スピアーさん、つまりヤギの息子、まあ、つまりヤギチンという。自己紹介して。はい、スピアサンズから参りました藤原圭介と申します。よろしくお願いします。はい、というわけで、まあ、いわゆるエビスジャップとのコラボでございます。いわゆる、ね、いわゆる、ね、いわゆる、ね、これ視聴者さんもここコラボするって思ってないのよ。意外と前あの学力レベルで同じで行く方向を各々ね、各々の方向行ってるよ。卒業後に別々の分かれ道を言った者たちがここでまた集う。そういうことですね。はい、ということで、まあ、今回はね、はい、そんなね、いつもお茶投げてる彼らなんですけども、はいはい、今回は真面目にね、真面目に、はいはい、スーツをピシッと着て、はい、年頃の青年男女の、まあ、性のお悩みについてね、しっかりと、答えていけたらなと思います。もうなんかいつもやってることですよね。はい、はい、じゃあもう早速ね、これは我々なりの答えを出していくという、そういうことです。なるほど、まあ、正解です。はい、あ、じゃあ質問いきましょう。はい、はい、JK からの質問です。 JK から、はい、ぶっちゃけ女子のムダ毛って気にしてますか。なるほど、質問。なるほど、なるほど。ね、脇は良くないよな。脇はあんまり良くない、うん、それはどうなんですか、そのエビスジャップさん的に、うん、そのこっそですね、うん、何で悩んでんだろう。アンダーヘアの話からいく。場合分け、場合分けまずいいよね。はいはいはい、場合分け、どの毛が大事か、はい、まず鼻毛は NG。 鼻毛は NG。 鼻毛ダメ、ダメない。脇毛、三角 NG。 三角 NG、まあそれは分かる。俺もだってバス乗ってる時に隣のカナダ人ここ飛んでもなかったから。京都のバスで俺あの時ちょっと激悩したもんな。なんか別に付き合ってるとかでもないのに。いや、俺より生えとったからね。俺のこれより生えとったもん。俺のこれより生えとったからね。ほんまに。でも、この色にしてる人いるよね、脇で。それ元からじゃん。マジで。そういう色の、じゃあ、海外の方とかは。それはオシャレとしてね。オシャレなの。いや、脇毛ブリーチしてるってこと。そうそうそう。脇毛ブリーチは意識高いな。それは、そんな人来たらどうすか、その合コンとかで。ああ、普通にリタッチしてあげますね。リタッチ、リタッチだね。ちなみにそのじゃあ、あのアンダーに関してはこれどうなんですかね。 JK は処理しなくていいと私たちは判断しております。あ、もう全員の相違。ない方がいいです。ない方がいい。そうだね。でもさ、でも俺どっちがいいですか。いや、僕は全然あってもいいと思うんですよね。これはなぜか持論があって、はいはい、あの要は正規の境目を知りたいわけ。はいはい、これ大事な理論で、はいはいはい、ファンスをね、こう、はいはいはい、こう下げていくじゃないですか。そしたらどこかでいずれ草が生えてくるわけです。はい、僕の定義上、はい、正規っていうのは、はい、草が生え出した瞬間からが正規なんです。はいはいはい、だから黒いものの境目、黒と白の山肌と、はい、暗黒地帯の境目というものが僕は正規の基準となっているので、はいはいはい、境目があるっていうことは、うん、白い部分は正規じゃないわけじゃないですか。おー、正規じゃないの。もし境目がなかった場合、うん、ここは正規です。はい、うん、そこから1センチ正規です。はい、うん、機能法的に全然正規。上からあの、あの、我々のチャンネルちょっと寄せてきて。我々のチャンネルてか、何の話。裏毛よ。じゃあ、質問です。女の子は性欲強いですか。いや、これはでも深い質問かもしれない。激強いですよ。我々ね、正直そこで女の子と接する機会ないんですけど、これスピアサンズどうなの。これスピアサンズ的には女の子性欲強いですね。おお、そうですね。東京の女子やからっていうのもありそうやけどな、ちょっと正直。東京に出てくる人って結構やっぱでもローカルで違うと思う。違う、ローカルにいた状態から東京出てきたやつってエロいって言われる。ああ、なるほど。ああ、だから性を求めてね。そう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 、上京してる場合は。ベールを脱ぐって言ってるから、それ。ベールを脱ぐ、上京する。そうそうそう、それをベールを脱ぐ。ロマンチックに言ってるけど、一番卑猥なパターン。だから、六本木に住んでる人って実はそんなない。ああ、はい、だからまあ、はい、厚木ぐらいに住んでて六本木出てくるやつ一番。性を求めて、性を求めて六本木に来てるわけやから。まあ、それで言うとあの、どれぐらいの人数経験されてるんですか、エビスジャップさんは。合わせて1000
合わせて1000ぐらいです。そんな多くないですよ、僕ら。やめて1000って普通合わせないでも。合わせない。登録者数合計 SNS フォロワー数。実は富士で950のパターンあるから割り振りはそのパターンあるすごいな、やばいな。俺300人ぐらい俺300人分ぐらいじゃん、マジで経験人数急にやりちんしよう。違う生きてない。お持ち帰りステップ ABC というものだった場合、あ、確かにそのステップ教えてほしいね。これはまず A が何に当たるんですか。まあ A かアトラクティブ。アトラクティブ、引き寄せる。引き寄せる。じゃあ D は B、結構むずいぞ。 B ビットコイン。ビットコイン、俺金出す。俺仮想通貨持っとるぞ。いい商売。なるほどなるほど。 C がセンターオブザボディ。センターオブザボディ。センターオブザボディ、体の中心。なるほど。何にも分かんない。何にも分かんない。何にも分かんない。俺らは A の引き寄せるどうやってを聞いてんねん。A に行くまでにもう数々の数々の攻防があるはずやから。まあ森山さんは見つめるだけですね。あ、見つめたらね。顔見る。顔見たらもういける。もう脱ぎ始める。ベールを。ベール。それチートやろ、それ。マジで。マジで。すごい。じゃあ質問いきますね。はい。じゃあ1秒で恋に落ちる口説き文句。これちょっと難しい。じゃあエメジャー流のそのどういうワードでその気にさせるみたいななんかあるのこれ。わさ。ああ。1秒で。俺らとかすぐ過去問とかへみたいなさ。それそんな言わんけどな。過去問とかへっつって打ち行こうみたいな。あ、打ち行こうみたいな。打ちで過去問とかへみたいな。いいかも。それいいんや。みたいな。お前さ、そうなんかでさ、テストセンター、テストセンターやるやつ、あれを解いてあげるよってうちに呼んでやってた。ああ、なるほど。使ってる。ああ、そのパターンね。使ってる。ウェブテストね。ウェブテストね。そうだ。じゃあ何を言うかより、それ言うときに下心。確かに。そうだよ。あからさまにホテル行こうとかじゃなくて、割とそういう口実を作るわけ。いや、作んないとダメだと思う。映画は。あ、そうなんや。映画見ようと思って。ちょっと遠回り。で、個人的にガチで聞きたい質問があるんですけど、自分の一人暮らしの家に泊まりに来た女の子は一体どういう神経をしているんですかね。もう襲っていいよ。そう、この辺の文化なんかこうよくわからないチグハグが起こる可能性があるんですよ。これ過去に、これリアル実体験なんですけど、過去に大学生の時に2回ぐらい会ってる女子が泊まったことあるんだけど、やらんかったってこと。別に俺何もやってんねんかって言ってんねんけど、で、それは、あの時に俺は何をすべきだったのかっていうのを未だに、なるほどね、難しい。答え出てないんだ。難しいな。でもそれはもう、ワンアタックをしないと失礼かもしれない。あ、そうなんや、やっぱ。逆に。もう多分、その友達に、なんか手出せなかったけど、魅力ないのかな、みたいな。俺あれやねん、いや、そういうんじゃないって言われたことある。いや、俺その状況の時に。俺らもそう。俺らも全然ある。全然ある。あ、あるわ。それはね、私は聞いてきたわけじゃないみたいな。それはもう行くべきだ。行くべきですね。これはもうこちら側で答え出てます。やっぱやらない後悔よりやる後悔。わー、素晴らしい。ありがとうございます。次の質問です。はい。どんな人でも肩を見たらその人の全裸を想像できてしまうんですが、どうすればいい。わかる。それはなんかわかる。今のとしてることはすげえわかる。まあまあ、だから俺オフショル好きって言ってるかも。じゃあ、オフショル好き。いいよね。俺ケツばっか見てまうから。さやか。もう笑い方もやばい。そういうことか。ちなみに相手の女性の体のラインとかを見て、なんかその後の光景とか想像するんですか、裏では。あー、するな。ひたすら想像するけど絶対出さない。そう。なるほど。目線すら徹底。もう目線目線大事。肩出てっても全然顔見てる。いや、でもその視界には入ってくるわけ。それでもやっぱそうあれなんや。てか俺熱い夜間さって手を引っ込める要領で見てるから。あ、そうそう、反射で脊髄で見てる。大脳まで行かずに脊髄で。そう、1個思うけど、露出が高い割にめっちゃチロチロ見てるんだけどみたいなっていう人はいるやん。ああいう人たちはなんか、あれはなんかどうなの。あれはファッションって言うでしょ、そういうの。ああ、こういうファッションだからって言うでしょ。でもお前に魅力あるか知らねえだろと俺言いたなるんだ。おお、ほんまに俺言いそうなる。ほんまにお前が悪いよって。魅力あるんだから。なんで見ちゃダメなの。俺言いそうなの。あれ理不尽やなと思う。あれ見ちゃダメなの。じゃあ続いての質問です。はい。
女子との会話で下ネタってどのレベルまで OK なんですか。これはまあ僕ら基本的にでも基本装備としては俺らチンコおっぱいは割と全人類平等にいくんですけど、確かに確かに、どうですかその飲み会の席では。正直ワードじゃないと思ってますね僕は、うん、例えばおっぱいにしても、うん、他の人のおっぱいの話をするのは OK だけどその子のおっぱいにフォーカスを当てていじるみたいなのは人によっては嫌がる。あ素晴らしい。まあそれはそうだね。まあそうだね、人の体のことは、ね、はいはいはい、体に触れない受け取るこの感情をしてなんかどういうエッチが好きなのっていうと気持ち悪いけど、ああこういうシチュエーションのエッチって興奮するよねみたいなのはまだ、あ、早、はい、あ、まあ、あなんか真剣に性について向き合って話してる人っていう立ち位置だったんです。おーじゃあこのソリュー大丈夫やじゃん。このソリュー大丈夫だよ。俺マジで対面座位が大好きで、あーそれ大丈夫だよ。それ大丈夫だよ。それって君やからじゃない。あ、じゃあ待って、ちょっと言ってみて、ちょっと言ってみて、セリフ。マジで対面座位が大好き。あのね、1回目いや、マジで対面座位大好きだわ。おい仕事だ。俺食べたの、俺まあ、というわけで、本日の、はい、本日もね、まあ、たくさんの、男女のね、思春期の男女を救ってきたと思います。はい、はい、男女と我々2人ね、まあ、救われた。CEO と専務、はいはいはい、CEO と専務の、はい。というわけで、今日の会議はこれで終了。お疲れ様でした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 。